ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG GLC43 2020年式8000キロ、こちらの車になります。でいつものことながら、はい、8000キロとは言ってるんですけど、はい、ちょっと距離は少なめで、そうですね、はいはい、詳しくは車両詳細をご覧ください、はい、そして今回ご紹介させていただくのが初の後期ということで、そうですね、だいぶ変わりましたね。変わりました、はい、僕もちょっとよく見るまでは割とこう全体的なシルエットもそうですし、特にグリルとかって変えちゃったりとかもするじゃないですか、そうですね、はい、そんなにこうおわーって感じじゃなかったんですけど、じゃないですよね、はい、調べたらかなり違うなって、はい、違いますね、はい、で見比べるともう本当に全然違う車になったなっていう、はい、なんでちょっとその辺前期後期の違いなんかも今回拾っていきたいと思います、はい、でまず外観でいくと、はい、もう変わりすぎじゃないですか。そうですね、もうバンパーデザイン、ヘッドライト、グリル見ていただけるともう全然違うと思うんですけれども、まあ、人気なパナメリカーナグリルが標準でついてきたっていうのが大きいところと、あとはやっぱりバンパー形状ですかね。これバンパーめっちゃかっこよくなったですね。かっこよくなりましたね、はあ、43って通常モデルにこう習ったバンパーだったんで、はい、バンパーですね、はい、そんなにこうアグレッシブな、はい、特に開口部も両サイドと、はい、っていう感じだったんですけど、はい、今回のタイプはつながって、そうですね、なんかもうどっちかっていうともう AMG らしくなったというか、もともと AMG なんであれなんですけど、よりなんか AMG らしくなったなっていう感じしますよね、はい、僕ちょっとこうこことここの差分かります？分かります。ここがすごくなんか、はい、物足りない感じ？感じありましたね、はい、特にボディカラー明るめだと、はい、そこの何もなさがこうちょっと、はい、そうですね、目立ってましたけど、はい、なんか後期になって一体感が出た、出ましたよね、全然ちょっと違う前回りなりました。あと驚いたのは、はい、ヘッドライト、ヘッドライト、はい、これ結構後期になって、はい、中変えるってあるじゃないですか。ありますね。今回形も形も変わってますね、はい、じゃあもうこの辺のもう衣装というかもうデザインがですよね、結構変わりましたね、はい、これすごくお金がかかってるマイナーチェンジだなっていう風に感じました、はい、そして当然のようにレーダーセーフティーだったりだとか、はい、360度だったりだとか、その辺の安全装備なんかもちゃんとついてます、ね、もう全部漏れなくついてきます、はいはいはい、車がなんかよりワイド&ローな感じ感じに見えますよね。見えますよね、はい、で標準モデルよりかも確か30ミリぐらい、40ミリかな、はい、はい、ワイドになってるって、そうですね、ワイドになってますね、はい、そして横に回っていくと、はい、ホイールが確か、はい、43だと漏れなくこれになるんですね。これになります、ダイヤモンドカットの、はい、なんかどんどんなんか社外っぽくなってる。そうですね、社外っぽい印象を受けますよね。ですよね、はい、最近のなんか特に AMG モデル、はい、そうですね、社外っぽいホイールが多いです、デザインとか、はい、なってきてます、はい、このグロスブラックと天面がダイヤモンドカットですね。ダイヤモンドカットですね、はい、でサイズがフロント255、はいはい、で標準だと235の投資が、そうですね、はい、なりますね。 AMG のパッケージつけると235の255リア太くなったりするんですけど、はい、さらにその上を行くという、上行ってます、はい、やっぱりちょっと足元こうガチッとしてると、はい、車もこう力強く見えますし、見えますよね、はい、ちょっとこう上位モデルだぞっていう感じしますよね、はい、しますね、はい、そして足なんかは漏れなくエアサス、エアサスになります。あと AMG のライドコントロール、はいはい、乗り味のコントロールなんかもついてあと43この大きいブレーキキャリパー、はい、まあ、さらにその上がいるんで、そうですねちょっと何でも言えないですけど、はい、まあ、一応その対抗の、これでもだって普通に考えたら、いやいや、すごいですね、このサイズですごいのついてます、はい、すごいと思いますよ、はい、こんな足元になっております。であとはもう最初から窓枠なんかも黒かったりとか、そうですね、まあ、ナイトパッケージみたいな感じでもう黒くなってますんで、全体的にこうまとまりのある、はい、あとカタログホームページ改めて見て、はいはい、このオプションの少なさ、そうですね、基本的にオプションはないと思っていただいていいのかな、はい、全部ついてる、はい、まあ、唯一選ぶとことすれば、はい、こうサンルーフありなし、はいはい、あとは一応 GLC43 クーペですと、ちょっとこちらにはついてないんですけれども、インテリアのカーボンっていうのが選べるようにはなってますよね、はい、あとこの後紹介しますけれども、レザーエクスクルプシブパッケージ、はい、そうですね、はい、もうそのぐらいなもんで、もんですね、はい、ポルシェみたいになんか組み立てで感じはない感じないですね、はい、まあ、その辺も安心して、そうですね、はい、まあ、選んでいただけるかなっていう部分ですね、はい、であとは後ろがさっきちょっとお話にも出ました、はい、285、はい、で今回スペーサーも装着されているということなので、そうなんですよ、だいぶ何ですかこれは、だいぶワイドな感じがこう、はい、より強調されますね、こうなってる感ありますよ、そうですね、そうですね、はい、もうフロントからもそうですけど、リアからもこのタイヤのここのはみ出具合、はい、はい、
ですね。これがちょっとただもんじゃねえじゃないなって感じですよね、はい、ちょっと垣間見えると。で当然スペーサーですから、はい、外せば元に戻せますし、戻せますね、はい、特に車の性能を大きく損なっちゃうこともないということで、はいはい、こんな見た目になっております。そしてあとは今回クーペなんで、はい、そうですね、僕最初に43としか言ってなかったですね、はい、あのご紹介するのはクーペなんで、クーペですね、はい、やっぱりこのラインですよね。そうですね、はいはい、でちょっとこれもこの後紹介しますけれども、なんかそのトランク容量的にはマイナス50リットルぐらい、はいはい、通常のモデルよりやっぱり減ってしまうんですけれども、はい、このクーペでないと得られないこのスタイリング、はい、そうですね、特に最近 SUV ブームって言われてますけど、はい、クーペがこうどんどん進出してきてません？そうですね、あのクーペモデルの方が全体的な市場を見てもあの売れてる印象もあるんですよ。でやっぱりスタイリッシュなところで人気が非常に高くなってるのかなっていうふうに思います、はい、BMW なんかも最近 X4 とか X6 とか人気すごいですよね、はい、すごいです、はい、やっぱりちょっと都会というかアーバンな感じでいくと、そうですね、はい、完全なこうオフロードの方面というよりはやっぱりこう街中で映えるっていうところでクーペを選ばれる方が多いのかなって印象ですね、はい、なんでもうちょっとこの流線型なこのデザインと、はい、だとこのトランクスポイラー、はい、これ、まあ、当然標準モデルはないわけですけども、はい、これちょっとこうリアの印象あるなしでだいぶ違いますよね。だいぶ変わりますね。やっぱりこれがないものだと結構つるんとこう落ちちゃってる感じがするので、やっぱりここで一つ引き締める形で、ついてた方がやっぱりスタイリッシュですよね。でよりこのクーペらしさがなんか強調されてるアイテムじゃないかな、ね、あとテールランプ、はい、これ大きなこの形的なものはそんなに変わってないですね。そんなに大きくは変わってないですね。中身が、はい、中身がそうですね、あのデザインが変わってきましたね。中のこれ点灯した時、はい、全然違うんですよ、ね、違います、はい、だから夜間なんかはもう、はい、もう新しい車っていう って感じで見れると思いますね。そしてあとバンパーなんかも大きく衣装はこっちは変わってないですかね。そうですね、大きくは変わってないですね。この43だと楕円の4本立ちですね、はい、63だと四角くなったりだとか、そうです、あとこのディフューザーの形状なんかが4363でちょっと違いますね、はい、43の場合はちょっとこうスタイリッシュな、はい、割とシンプルなデザインシンプルですね、はいはい、こんな感じのエクステになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装も結構一新されてて、一新されましたね、はい、一見するとこう大きく変わらないのかなっていう、はい、印象ですけど、よく見るとこうメーターが液晶タイプになってたりなりました、はい、だとステアリングの進化が、そうですね、ここが一番こう乗ってみて一番体感するところじゃないかなと思います。これいいですね、はい、いいですね。だって他の新しいモデル63モデルと共通のステアリングですもんね、はい、そうです、はい、モード切り替えなんかはさすがにステアリングについてなかったりしますけど、ついてないですね、はい、このベースのマルチファンクションのところなんかは、はい、全く差別がないと。そうですね、あと逃げる部分なんかがちょっと違うんですかね。若干違いますね、はい、レザーだったりとかしますけど、はい、大きなそのデザインの部分でいうと、はい、現行の63モデルのスタイリングになっていると、はいはい、あとは今回のお車はレザーエクスクルーシブパッケージ、はいはい、ついてるということでシートが本革に、本革です。これあれですかね、選ばないと、はい、確か人工の、はいはい、そうですね、はい、本革じゃないレザーとレーダーになります、ファブリックのコンビになるんですけど、はい、やっぱりここはついてて嬉しい。そうですね、できたらつけていただいた方がいい装備ではあります、はい、ちょっと中の高級感が、はい、であとはそれに伴って、エアバランスパッケージとかいろいろついてきます、はい、ついてきます、はい、パフュームアトマイザーだったりとか、そうですね、リラックスできるレールのやつだったりとか、そうですね、レール、はい、そうですね、はい、まあ、その辺がいろいろついてます、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、じゃあここからは僕視点でお届けいたします。はい、お願いします。いや、ステアリングいいっすね。いいですね、何回も同じこと言ってすみません、はい、これはちょっとこれだけでも後期に乗る価値がありますね、あるぐらいちょっと素敵なステアリングが、はい、であとはこのメーター、はい、ですね、ちょっとかけちゃいましょうか、はい、はい、ここは視認性で言ったら、でも液晶とそのアナログってそれぞれの良さあるんで、良さありますね、はい、まあ、ちょっと何とも言えないところですけれども、はい、僕は素直にやっぱり進化したところ、はい、ただちょっとここにより、ね、違和感を感じてしまいます、はい、いっそのことアウディみたいに、はい、もう液晶っていう、もう分かりやすくってことですよね、はい、でもいいのかなっていう、はい、特にここにちょっと出っ張ってるじゃないですか、俺が出っ張ってますね、はい、ちょっとその辺は好みが分かれるかもしれないですけど、はい、明らかにこう視認性だったりは良くなってるんじゃないかなという、はいはい、で、AMG になるとメーターも専用のものになりますから、はい、G メーターだったりとか、ね、ブースゲーなんかも出せる、ね、はい、このメーターになっております。であとは僕読んだ読み物に書いてあったのは、このディスプレイが別なの、
はい、最近みんなつながり始めてるじゃないですか。繋がってますね、はい、これが逆に、はい、見やすいっていう方もそうですね、はいはい、こっちはこっち、こっちはこっち、はい、っていうのが書いてありました、はい、でも確かに、はい、ちょっと別のものとして、はい、うん、あるのは割といいんじゃないかなと。そうですね、はい、まあ、もちろんその繋がってるメリットもありますけどね、ありますよね、はい、デザイン的なものだったりだとか、はいはい、今回の車はこの形だったりで、あとこの辺は大きく変わんないんですけど、はい、こちらですね、ここがですかね、はい、はい、まあ、新しくなってると、はい、ここもどうでしょう。そうですね、前はコマンドダイヤルで選んでっていただいたので、ちょっとやっぱりそれに慣れちゃってらっしゃる方ですと、ちょっと最初戸惑う部分はくるくるがいいんだよって、はい、僕もよく聞きます、はい、そうですね、で特に、はい、右しかないじゃないですか、右ハンドルしかないじゃないですか、はい、なんでちょっとその辺が、ただ MBUX、はいはい、ついてますから、はい、音声コントロールで、はいはい、エアコン調整だったりだとかその辺もできますので、できますね、はい、活用していただけるといいんじゃないでしょうか。そしてあとシートは、はい、改めて座ると割と柔らかいですね。柔らかいですね、硬、はい、さはそこまでないと思いますので、うん、はい、ただサイドサポートなんか結構張り出してるんで、はい、ホールドがすごくいい、いいですね、はい、はい、本当にちょっとこうタイトすぎない、そうですね、はい、適度なホールド。そしてレザーエクスクルーシブパッケージついてると、ベンチレーションなんかもそうなんです、はい、そこがついてるのが大きいです。すごくないですか、はい、まあ、ベンチレーションに驚くのはちょっと毎回恒例になってるんですけど、そうです、 そうですね、はい、A クラスとか、そうですね、はい、ちょっとその辺の装備の良さもで、ブルメスターも標準になるんですよね。標準ですね、はい、そしてこのアッシュウッドでしたっけ、はい、はい、オープンフィニッシュのウッドもついてきて、はい、インテリアの高級感も申し分ございません。だとシートも通常の調整プラスアルファのこの、はい、調整もついてくると、はいはい、いやもう言うことないです。そうですね、はい、だと後期のプチ変更点といえばこのボタンがちょっと新しくなりました、はい、そうですね、ボタンが新しくなりましたね、はい、こんな感じになっております。そして上に行くと、まあ、ピラーなんかも当然黒のファブリックで、バイザーがこのビニールのタイプ、はいはい、そしてやってまいりましたサンルーフ、はいはい、こんな感じで、いやいいんじゃないでしょうか。いいですね、はい、ちょっと開けてみましょうか、はいはい、いやもう今日のこの刺すような日差しが、そうですね、ちょっと痛いですけどね、はい、こんな感じでサンルーフもついております。じゃあ続いてリアの席も見てみたいと思います、はい、リアが、これも僕読んだ読み物に書いてありましたけど、はい、このスタイリングでリアの居住性が全然十分という、はい、そうですね、はい、本当か嘘かちょっと乗ってみたいと思います。はい、わかりました、はい、高さは割と感じますねこれ、はい、あそうですね、乗り込むときに、はい、大体大人の僕の胴長短足ですけど膝ぐらいのこの高さなんで割とまたぐ感はあります。そうですね、ありますね。であともう一個驚いたのは結構収納というか、はい、あの前の席もそうですけどドアポケ結構大きいんですよ。大きいですね、はあ、前なんか2つこうホルダーみたいになってますね。でここがでかいと、はい、どうしてもその開口部圧迫されるじゃないですか、はい、でかいのに、はい、広いんですよ。そうですね、はい、乗り込みやすい。そうですね、降りる時も結構こう当てちゃったりすることがありますけど、はい、すごくこう降りやすいかなと思います。車によってもここ傷だらけになっちゃうとかあるじゃないですか。ありますね。全然そんな感じがないという。でここの開口部も割とこう取ってあるんで、はい、乗り降りはしやすいと思いますね、はい、そして乗った感じでいくと僕身長175、はい、座高的には180オーバーぐらいの、はい、感じですけど、まあ、高さは僕の髪の毛がわずかにつくかつかないかぐらいで す、 そうです、ね、ちょっと立ってますからね、はい、髪の毛も、はい、だからだらしなく座れば全然余裕です。全然問題ないですね、はい、で座面はフロントより柔らかいかもしれないです、ね、柔らかいですね。気持ち柔らかい感じですよね。あと背中も柔らかいんで、はい、ちゃんとこう沈み込んでホールドされる感じ。そうですね。でヘッドレストも柔らかめ、はい、だから結構これ快適に大人4人、そうですね、乗れて、はい、お出かけできますね、はい、ちょっと真ん中はちょっとさすがにこのクラスなんで、ここなかなか、はいはい、5人乗れますけどちょっと真ん中のスペースはあれですけどね。あとエアコンは3ゾーンになっていると、はいはい、でこの下に、はい、USB のタイプ C が2系統、はい、あと紫外ソケットがついていると、はい、あと装備的なものでいくとリアもシートヒーターが当然装着されていると、はいはい、いや全然いいですよ。そうですよね、足元のスペースもあるし、足元もそこまで狭くないですか、ね、はい、椅子の下に結構しっかり、はい、入りますよね。僕今日大きいスニーカー履いてますけど、はい、しっかり入るんで全然快適に、はい、こんなリアシートになっております。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、足で開けるやつが装着されているってことで、はい、で当然のパワーテールゲート、あと容量もさすがにちょっとここの高さは当然ないですけど、はい、奥行き割とあるんで、ありますね、そんなに日常使い、はい、
問題なく使える広さだとは思います。ゴルフバッグなんかも余裕で、はい、そうな感じですね。で、今ちょっとシート倒してみましょうか。シートこっちから行けますよ。あ、失礼しましたここに、はいはい、押していただければ、はい、これボタンって行っちゃいました、はい、まあ、素人なんですけど、はい、素人みたいなことしてました。このぐらい長さが取れるので、はい、長物も、まあ、十分以上に使っていただけるでしょうか、はい、そして、あ、反対側もですね、はい、そしてこの下にも収納、深い、こんな深かったでしたっけ。深いんですよ。でちょっと奥もありますので、はい、意外と奥の方まで、あ、で、まあ、お約束 の、はい、あのコンテナが入ってたりとか、はい、なので、あの、この高さ分奥、そのシートのぐらいのところまでありますので。なるほど、まあ、本当使わないものは押し込んでもらっちゃえば、じゃあこの床が高いのは伊達じゃないんですね。伊達じゃないですね、はい、ちゃんと下にも収納があると、はいはい、じゃあこれ取ったら相当いけますね。高いもん取ったら、そうですね、いけますね、はい、じゃあかなり使い勝手も良さそうです。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、でエンジンの方が V6 3リッター、はい、390馬力、はい、先代よりなんか23馬力ぐらい、はい、だからタービンが違うんですかね。そうですね、タービンが変わったと思います、はい、で、まあ、大幅にパワーアップしてる、パワーアップしましたね、はい、であとはなんかこのエンジンの形式が M276 エンジンってことなんですけど、はい、なんか通常こう90度の V 型が多い中、はい、60度のちょっと強角まではいかないんですけど、はい、ちょっと狭めの、はいはいはい、らしいですね、はい、でなんか、先代と違って、まあ、ちょっとその V 字のその角度と、はい、あとバランスシャフトレスになってるけど、はい、ちゃんと振動も出てないと、はい、あとは一応なんかその第3世代のリーンバーン、はい、要は希薄燃焼、はいはい、ガソリン薄く吹いて燃焼するやつと、はい、あとマルチポイント点火なんかを使って燃費なんかも結構改善されてるとかっていう、はいはい、であとこれに組み合わせるのが、急速オートマス、はい、31対69の、はいはい、一応フルタイムのような、はいはい、という感じになっております。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします、はい、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。入れたところで向かいましょう。はい、行きましょう。今日は暑いんでこのベンチレーションが漏れなくオンになってた板尾さんの優しさに感激です、はい、いやもうこれないとちょっとあのこうガソリン入れる時エンジン切ってるともう本当にたまらないんで、そして装備的なもので言うと、はい、さっき最初に言ってた、360度のカメラだったりとか、はいはい、タッチも全部ついてると。そうですね、はい、タッチパネルでこう操作できるようになってるからいいですよね今のは、まあ、直感的に、はい、そうですね、あれどこだっけどこだっけってやらなくても直感的に操作できますから ね、 ね、ただ、はい、汚れるんです。そうです、指紋がベタベタベタとこ うだからドアポケに、はい、ウエストを入れといていただいて、ね、サササササッと、はい、もしくはあとはあれですよね、保護のフィルムっていうか。あ、そうですね、はい、またあのこの漏れなく、はい、あの光沢がある感じじゃないですか。そうなんですよね、だこれ反射なしでもいいんじゃないかな、はい、ね、かなと思いますね、はい、メーターなんか反射なしなんですよね。そうですね、でこっちのナビはなぜか反射ですよね、まあ、そんなに、まあ、漏れなくこう日差しの内側なんて、はい、まあ、反射とかないんで大丈夫ですけど。そしてあとはエアコン毎回言ってますけど、はい、温度がこの中に入らないと出ないんで。そうなんですよね、ちょっとここかなっていう、はいはい、あとは置くだけ充電が、はいはい、ついてきます、ね、はい、しょいしょ。ちょっとではコンフォートモードからスタートします。そうですね、で63と違ってバルブがマフラーにないんで。ないですね、はい、はい、オンオフっていう排気サウンドはないですけれども。ないですね、はい、
まあ、心地いいぐらいの、はい、適度なボリュームで、はいはい、で僕あの正直 C43 カブリオレが初めに乗った、あの43なんですよ、はい、正直63に触らせていただいたり見る機会が多かったんで、はい、ちょっと物足りなさを一番最初見た時感じてしまったんですよ。あ、そうですよね、はい、なんですけど実際こう市場で乗らせていただいたりとか、はい、特にあのアリーナ店の市場で高速乗らせていただく機会があって、はい、もうそれからあの中間グレード推進委員会になりました。いやもちろん63いいんですよ、はい、いいですね、バルブ全開とか、はい、エンジンも、はい、あの怒涛の V8 になりますし、はい、わかりますわかります、はい、もうデフも入ってエンジンマウントも入って、はい、もう至れり尽くせりじゃないですか、はい、けどじゃあ実際それストリートでどこまで使うのって言った時に、いやそうなんですよね、もうなんかこう贅沢なところになっちゃうなっていう、はい、そうですね、43までだとギリ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 っていうかもうそれでも随分オーバースペックだと思うんですけど、はい、割とこう何ですか実用的な範囲で豪華かなっていう、そうですね、気がします。はい、で実際価格の開きも350万ぐらいですよね。そうです。だそこをちょっとこう どこにこう、そうですね、重点を置くかによって、重点を置いてによって選ばれる車変わってくるのかなって感じですよね。だちょっとこの純粋に一番いいのがやっぱり一番偉いでしょっていう方にはそうですね、響かまん、そうですね、はい、響かないかもしれないですけど、はい、43めちゃめちゃいいですよね。いいです、いいです、はい、びっくりしましたもん、はい、特に高速乗って僕びっくりしました。そうですね、はい、意外とちょっと大宮店ではまあ、もちろん63も販売台数あるんですけど43が入ると意外と早いんですよ、はい、問い合わせとかも、はい、で特によりなんかちょっと街乗り感が、そうですね、ありますね、やっぱり AMG でも残ってるというか、はい、もうちょっと63に行くとこうスパルタンな感じ、そうですね、乗り味しかり、はい、いやーいいっすよ。今これ多分コンフォートモードですけど、はい、結構やっぱり出足も、はい、そうですね、はい、ソフトです。ただなんていうんですか、このふわふわの、はい、いわゆるこうなんて言ったらいいですかね、もうレンジローバーみたいな、こうそうですね、ふわふわした感じではなく、ちゃんとこう芯のある感じですよね、はい、でこの柔らかさでも多分飛ばして大丈夫だろうな、大丈夫だと思います。全然こう助手席でも深いじゃないです。そうですね、はい、いやちょっと後期甘く見てました、だいぶ良くなってます。そうですね、だいぶ良くなりましたね。前期もだいぶいいですけど、はい、はい、後期さらにその上を行ってました。なんか発進なんかもやっぱり後期になってからすごくスムーズさが出た気がします。エンジンしかりちょっと後期に取っといてるんですかね。可能性ありますね。なんか毎回毎回そうじゃないですか。そうですね。必ずパワーアップさせてくるし。そうですね。はい。BM 最近ないですけど、はい、仙台モデルに至っては、はい、必ずこう前期型のライト周りをちょっとしょぼくして、してはい、後期でちょっとよくして、はい、よくして、はい、モデルチェンジしたらまた退化しちゃったりして、そうですね。ありましたけど、いや全然そんな感じなく、そして最初に触れてた。ここですね、ここちょっと使い慣れないとちょっと戸惑っちゃうんですね。そうですね、そうなんですよね、うん、結構こう行き過ぎちゃったりとかもあったりするんで、あとは、はい、その携帯とか Mac のスワイプと逆なんですよね。あ、そうです、そうです、動きが逆なんですよ、ね、はい、でこっちにやると、はい、画面はこっちに動く、そうです、はい、お分かりいただけますか、はい、ここだけなんだ、最初戸惑いますよね、なりますよね、はい、でもうだって何ですかこれ、アンビエントライトとか、このクラスにこれが今ついてるんですからね、はい、そうですね、アンビエントもついてて、エナジャイジングコンフォート、うん、リフレッシュしちゃいますよそれは。そろそろじゃあちょっとモードを、はい、ああじゃあいい匂い、いい匂い、はい、あ、じゃあお願いします。じゃあ行きます。うわー、想定内の加速です。加速で、そうですね、はい、ドンっていう感じではないですね、はい、いやでもめっちゃパワフルっすね。そうですね、排気音もやっぱりスポーツにすると、まあ、この上スポーツプラスがあるんですけど、はい、なんか飛んでく感じがしない、本当に。そうですね、あ、これ気持ちよく走れるなっていう、そうですね、本当にちょうどいい、ちょうどいいですね、はい、やっぱり中間グレードの推進感。そうですね、まあ本当これ以上はもう63でって感じですか、ね、はい、そうですね、ちょっと本当に改めて63ってめちゃめちゃ贅沢だし、贅沢ですね、もう本当に普通の方だったらほとんどの方がオーバースペックだから、はい、でももちろんその魅力があるんですけど、はい、
そしてこの43ってなんか本当にこう特に日本の駐車環境とか道路事情にちょっと合ってる気がします、はい、そうですね、うん、これだって、まあ、高速ちょっと午後乗らせていただいただけですけど、はい、多分長距離乗っても全然楽だろうなっていうのは、いや全然楽だと思いますよこれ、はい、これだけフル装備でこれだけスムーズに加速して、はい、ブレーキもめっちゃ効くじゃないですか。効きますね。SUV ちょっとブレーキ甘いですよねなんていうのも過去の話です、ね、そうですね、はい、あのキャリパーがついてますからね43で。そしてまあ言ってみれば C クラスですからこの使い勝手の良さですよ。そうですね、うん、僕前期乗せていただいたことあるんですけど、サイズ感をそんな感じなくないですかこの車。そう感じないです。感じないですよね。感じないですこれは、はい、1m90 以上ある風に感じないですよ、ね、感じないんですよ。見切りいいし、そうなんですよね。なんでなんですかね。そのノーズの長さもなんかちょうどいいというか、はい、うん、暑いですね。で今日はちょっとこのサンルーフの開放感をお伝えしたいところなんですけど、暑いんで開けません。はい、はい、であとはじゃあちょっとこの辺復習しましょうか。AMG のこんな感じに、はい、こんな表示もできたりとか、あとは設定いろいろ全部できちゃうと。あ、そうそう、触れるの忘れちゃいましたけど、はい、ヘッドアップディスプレイなんかも標準で。あ、そうです、あの、はい、ヘッドアップディスプレイついてます。全部ついてございます、はいはい、こんな感じになっております。 MBUX か。はい、メルセデス、どうぞお話しください。ちょっと暑いです。最低に、これ あれですかね、最低にしますってことは、はい、外気とのこの差とかも見てるんですかね。見てるんじゃないですか。最低にしますって初めて言われましたよ、はい、いや多分見てるんじゃないですか。なんかちょっと下げますみたいなこと言われたことあるんですけど、はいはい、そしてこれどっちで喋ってるか聞き取ってんですよね。ちゃんと確認してますよね、はい、運転席側の喋ってることなのか、はい、窓閉めたりも確かできるんですよね。あ、やったことないです。確か。はい、メルセデス、どうぞお話しください。運転席の窓を開けて。申し訳ございません。あ、それできないんか。この車両では本機能をご利用できません。あ、できないんだ。ですね。サンルーフは確か動かせないんですよね。あ、サンルーフが動かせるか。サンルーフだけか。サンルーフがいけるんですか。そう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 、確か。いやー、ちょっと改めていい車の確認しました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけど、はい、いつも買い取り買い取りって言ってるんですけど、はい、もちろん下取りももちろんです、はいはい、こちらの車に乗り換えて、はい、現在乗ってる車を下取りなんていうこともできますので、はいはい、まあ、車種問わずですよね。そうです、はいはい、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLC43 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。